おと、何者かが館内に忍び込んだとの情報です。なんだと？何者だ？探せ！探せ！はっはっはっは。竜の爪団、今日がお前たちの最後の日だ。ああ、デラックスファイターだ。うんうん、そうだ。そういうわけで、デラックスボンバー！早いよ！はっはっはっは。今回もお前たちの作戦は失敗だ。うんうん。まさかその声は。そうだ、デラックスファイターだ。うんうん、デラックスファイター、どっから入ってきたんだ。玄関からだ。吉田君、また玄関の鍵を閉め忘れたのか。うっかりしてました。どういうわけでデラックスボンバー。まあ、待て、いつもすぐにデラックスボンバーばかりではわしらのメンツが立たない。ここはもう少し時間をくれ。やだ、デラックス。そこをなんとか頼むよ。戦闘準備が整うまでの5分、5分でいいんだ。こうしよう。10万円、10万円あげよう。そしてわしらは今日はとりあえず帰る。今日は帰るから、これでどうだ。10万、ちゃんと日本円だ。頼むよ。で、ああ、わかった。それじゃプラズマテレビ、プラズマつけて、さらにハワイ旅行もつける。それでわしら今週は休む。今週いっぱい休むから。それでなんとワイハー、ワイハープラズマ、プラズマワイハー。ちゃんと日本製だ。32型だぞ。今週いっぱい休むの。今週いっぱい休む。来週は月曜の9時か。来週どうする。それはまた来週考える。小泉チルドレン風の新潮かつらやるからさ。ラッキーボンバー。